皆さんこんにちは、サチです。今日は広告とかですね、いろんなところでよく見かける気になったものを購入してみたシリーズ、今回はこちらでござんす。シャキン、なんかさ、髪の毛を勝手にそろそろんサランってやったらもうクリンクリンの感じになってるの見たことない？これ本当にできるんですか？しかもさ、私ぐらい長かったらさ、どこまで負けんのかわかんないよね。なんか見て、こんな感じなのよ。負けます？私の髪全部負けますか？なんかもしかしたらさ、この辺ぐらいの髪の毛の腰しか難しいかもねとかは思ってるのよ。だからどれぐらい巻いてくれるのか、巻き巻きしちゃってくれるのか気になってます。で、こちらは充電式なのよ。充電式、ちょっとやってみようと思います。まずこれ電源だよね。これね、今150度ってことよね。もうちょっと上げてみる、温度。上がんないの？マックス？これ分かんない、まあ、150度っつうことで、これちょっとやってみるね。怖いな、負けるのかな。今とりあえずね、こんな表示が出てるよ。見える？見えるかしら。こんな表示が出てるの今。これはいつになったらできるのかしら。もういけんの？まだ？うわ、コースト。どういうことだろう、大丈夫かな。髪の毛巻き込まれてなんか大変なことになんないかな。え、すっごい怖い。どうやってやるんだろう。そしてこういうこと、怖い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 。マジ怖い。これどうやってやるんだろう。どうやって入れるのよ。毛先どうやって入れるのよ、これ。再チャレンジ行くわ。まずちょっと怖いから毛束取って、こうだって、こっちからこうするみたい。行くよ。おお、ゆるく巻かれてる。すごいじゃん。ちょっと待って、あのさ、きっとさ、私の髪はさ、長すぎるんだよね。長すぎるから、ちょっとさ、遠いのよね、きっと。待って、こうでしょ？こうでしょ？で、手前に、差し込む感じ？待って！差し込む感じで、なんと、下手すぎる、私が。すっごい、でも面白いよ、すごく。こうだね、こうだよね。こういうことよね。ピーって言った。なに？巻きすぎだよってこと？おお。あ、でもすっごい、この短時間で結構くるんって回った。え、すごいんじゃない？これ。ほら。なんか怒られたけど、ピーって言って。え、すごいすごい。ちょっとこれ面白いかも。ちょっと上の方からやってみるね、今度。どうだ？早すぎる？これ。もっと時間をかけた方がいいのかな。もう一回行くよ。上の方から行ってみる、今度は。よいしょ。お、なんかね、上の方まで巻こうとした形跡はある。多分
ね、これさ、私の技術がもっと上がれば多分もっとね上手にね髪巻けるんじゃないかと思う。すごい、だってこの辺すごい、さっきのやつはうまくいったもんね。すんごい綺麗にクリーンってなってるよね。すごい面白。ちょっと毛先の方だけちょっとやってみるね。感じやん。これなんか使い方間違ってたら教えて誰か。多分もっといい使い方があるような気がするんだけど、なんせ長いからさ。クリンクリンしらす。すごい。慣れたら楽かもな。慣れて。で、あの長さとかもさ、そんななんかもう本当ちょっと私ぐらいもうスーパーロングじゃなければ全然いいのかもしれない。ただしっかり根元から巻くのは難しいかも。毛束をちっちゃくする必要があるかもしれないね。巻き巻きできましたよ。ほら上の方からも結構ちょっとね細くする必要がある。毛束を上の方から巻こうと思ったらね。おーすごい、本当にね慣れたら使える気がするよマジで。このタイプのもの楽だわ。確かに自分でくる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 巻かなくてもいい分さ、楽だよ。確かに。私の角度とかさ、そっちの問題な気がする。いい感じにでも負けそうな雰囲気醸し出してるよね。すごない？ピーピーって言ってる。お、すごい、すげえ。おお、面白いんじゃない？ねえ。これ今150度でね充電、まあ充電してから、まあ、ボタン押して150度でやってるんだけど、すごい、面白い、結構いい感じな気がするよね。はい、というわけでね、こんな感じでまあまあね巻くことできました。うん、はい、というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。私のね技術が足りないばっかりにあのうまくねできてないかもしれないんだけど、これは使えそう、すごく。なんかあの私ほどね長くなければ本当にねもっとねスムーズにいくと思うんだ。だからあのショートの人とかでもなんかあのこの辺の人とかでもあの巻きづらいじゃない、ちょっと自分じゃ。だからちょっと最初に入れちゃってシュッてやってピュンって抜けばもうくるんくるんになってるから、すごくねいいかもしれないこれ。うん、という検証結果でございました。温度調節とかちょっと難しそうなのもいろいろありそうなので、髪の毛をね痛めたりとかこう絡ませないように気をつけていただきたいと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。
それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。細かい巻きも気に入ったぞ。